明治から大正にかけまして町を流しておりました人力車、もう今ほとんど見ることはありませんけれども、まあ、今でいうタクシー代わりでございますね、ですから急いでる方がその利用した。でも急いでる方に限ってこの変な車に捕まっちゃったするわけでございます。弱っちゃったね、こんな時間になっちゃった、どっかに車屋いねえかな、車、おいた車屋、うん、なんだよこの車、寝てんじゃねえか、おい車屋起きろ車屋。やっあ、これはお客様ですが、はい、すいません、すいませんじゃねえ、俺急いでんだよ、上野までな、ストッパシ行ってくれ。わかりました、じゃあ車の方へお回りいただきまして、私の車古いもんですが乗ると気をつけてください。あー、そこ足乗せちゃダメです。そこもう、もうブリッキで押さえてるだけですから、あたそこ足こけますとバタッと落ちましてね、まあ、私と一緒に走り出さなきゃいけなくなりますからね。で、手すりをしっかり持って、あー座っちゃダメです、椅子壊れてんです、中からスプリングがビヨヨヨンと出てんです。あた座りますとスプリングがあなたのお尻をガブッと噛みます。これを英語で言いますとスプリングハズカム。つまんねえこと言ってんじゃねえよお前、はい、やってくれ。はい、わかりました、今家事棒の方へ回らせていただきます。今、おいお前家事棒上がんなかったすまねえじゃん。よし分かった、じゃあ俺体後ろ預けるからな、ほらシーソーのゲームで上がるだろ。よし車屋どうだ、上がるか。ああ助かります、助かる、あそうです、そうだ、ああお前お前ストライスだけで、あ私もそう思ってんです、すいません、もっと体前の方に、そうですそうです、そうですそうです、そうですそうです、つきました。ついてねえよお前、何がついてんだお前、地に足がつきました。何やったの、早く行ってくれ、今行きますから、お前なんかお前ねじれてるじゃないか。いいんです、これでも少しは進んでんですから。この間なんか一とこでぐるぐる回ってたんですけど、お前駅前のロータルじゃねえ、しょうがねえな、お前早くしろよ、お前時間がねえ、早くしろバカ野郎。分かってますよ、パー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 やらなくたっていいじゃないか、私だって一生懸命やってんですから。あんたね、私は昨日まで何やってるか知らないから、そんな冷たいこと言えんだ。私はね、昨日まで入院してたんですよ。入院費払えなくなってこうやって車椅子稼いでんですよ。それを稼いでね、またそれを持って病院行くんですよ。変な車乗っちゃったなよお前、一体いつに着くんだよ。一生懸命頑張ってますから、あさっての夕方には、おだめ、降りろ降りろ降りろ、早く車ねえか、早く車ねえか、ララララララ、おいた、あ早いな、おお車屋、あこっちだから、車屋おめえ早いか、何や何をお前、お前威勢がいいねよ、気に入った、上野まで来たの時間だ、急いでから乗せくれよ。わかりました旦那、足の車早いですからね、しっかり続きますよ、行きますよ、あらら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 、おいいね、風切ってるじゃねえか車屋、お前早いな、足の車こんなもんじゃねえんすよ、もっと速くなるんすよね、しっかり続けて行きますよ、あらら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 、おすごいなお前、これ早いよこれお前、うわっと、なんかお前体浮いたぞ、今ねドラム缶を飛び越えたんですよお前、ドラム缶を飛び越えたお前、うわっとまた浮いたと、あんまり客席の反応がなかったもんですからね、もう一回戻って飛んでみたんですよ、お前いろんなこと気をつけてんな、おお前お前行き止まりだ、止まれ車や、あぶね止まれ車、いえあっしはね走り出したら止まらねえんですよ、止まらないとどうすんだよ、あっしにはね必殺技がありますからね、大丈夫、なんだその必殺技、あぶつかりじゃねえか、大丈夫か、大丈夫です、しっかり捕まってから行きますよ、ハンレールよ、どうすか旦那、おお、車屋、お前こんなことやったのか、お前すごいじゃねえか、どうすか旦那、これが足の必殺技ハンレールですよ、お前すごいね、お前でもこのまま続けんのか、いえ足もそう思ってんすよ、このままだとね顔がテレビに映りませんしね、このまま最後やったらね抗議の電話が殺到するかも分かりませんしね、後にプロデューサーに何て言われるか分かりませんからね、戻りたいと思います、よーハンレール、よっとどうですか旦那、おいいじゃねえか、なんかそのお前アンレールとかでなんだ、これはね西洋の舞踊用語でね空中一回転をアンレールっつんですよ、半門だからハンレールっつんですよ、まあ今日のお客さんは誰も知らないと思いますけどね、まあ余計なことは言わなくていいんだよ、でもね旦那今日はね明日一回転のアンレールに挑戦しようかと思ってんですよ、え
まあ、そんなことできるのか。ええ、今日はね、NHK ですしね、公演通りですからね、それに阪神も優勝決めたことですしね、やろうかなと思ってるんですよ、お前。どうせやるんだ、早い方がいいぞ、お前。なんか弱ってんじゃねえか。わかりますか、旦那。この話はね、40過ぎてからやる話じゃねえんですよ。いや、今日はちょっと後悔してるんですけどね、お前。そんなこと、早くやれや。ええ、いや、そろそろ拍手が来るんじゃねえかと思ってるとこなんですよ。おお、来たよ、この親、来たよ、やれ。いや、これは、いや、行きますからね、行きますからね。来るな、ついてくださいよ、行きますからね、必殺技だアンデル、どっちかなんだ。やったじゃないか。ちょっと座布団がね、袴に引っかかっちゃって危なかったんですけどね。まあ、これあ、お前、ぶつかるじゃないか、土台ぶつかるわ、お前バカ野郎、これお前よ、なんだってさっきみたいに羽出られなかったね。すみません、あ、ちょっとうっかりしましたね。お前、車屋、これどこだ、お前。おそこの目印読んでごらん。すいません。自然が綺麗だね。空気もうまい。福島県郡山。お前バカや。福島県、これお前早く行けよ、早く早く早く、俺は上野に来ちゃう時間があんだよ。分かりました、だから乗ってから行きますよ。ララ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 、おいいね、お前気をつけろ、お前一本道なんだから、横のいい川じゃねえか、お前。あ、向こうから芸者が来る、芸者が来る、危ない危ない。芸者がお前落ちてないか、おい、芸者上げてやれって、芸者上げてやれって。ええ、旦那、芸者を上げてやれ、芸者上げるくらいならね、車屋なんぞやってねえんだ。まだ待ってねえんだ、まだ続かねえんだ。やった、やった、どうしたら、着きました。やるね、そうか、よし、じゃあな、これさっき中西さんがもらった1000円だ、これやるから持ってくな。ありがとうございます。いや、旦那、どこ行くんですか。福島県郡山、冗談言っちゃいけない。